吉野さん、正直者はバカを見るっていうのは権力者とかお金を持った人が自分の思い通りの人生を描いた時にそうじゃない人ねなんかちまちまま真面目にに生きててていいるるる人をバカにすす言葉として使われてるみたいですね。だから正直にうん爪に火を灯すように節約したりとかしてもいいことないのにねともっともっと自由に生きればいいのにねみたいなあのいわゆる富裕層とかね 権力を持った方とか自由にやってらっしゃる方がそうなってない方を、うん、まあ馬鹿にする言葉っていうんですかね、まあ、そういうふうに使われることが多いんですけども実は「正直者馬鹿を見る」の語源っていうのは正直に生きていると確かに大きな富を掴んだりとかキ舞台に立つことはないんだけどもでもつつましく幸せにずっと生きることができてその正直者が。 雨を外して一発逆転みたいなことを狙って落ちぶれた人を見ることが多いよねってことなんですよねまあ、ですのでこれはまあ中国のことわざに由来するところがあるんですけどもまあ、人間万事採用ガウマって言ってまあ、昔あの採用って言ったらあれなんですよあの万里の長城のそばに家を建てて住んでいるおじいちゃんがいたんですよねそのおじいちゃんが自分のところの馬を飼ってたんだけど馬は足が悪かったんですよでも馬の足が悪かったんだけどもまあ大事に育てていたら 村の人たちはあのおじいちゃんなんか使い物にならないダバを育てていてかわいそうだよねって俺たちの馬はものすごく活躍して畑も耕すしなんだったら遠くの町まで一気に走っていくし使えるよねバカだなあのおじいちゃん」って言ってたらその戦争になったんですよね。戦争になって王様が町中の馬をちょっと兵隊に使うから出せって言ってあの挑発されちゃったんですよ。 であのいい気になっていた村の人たちは全部自分の馬をもう取られちゃったんだけどもおじいちゃんの馬は足が悪かったんでああのこの馬は使い物にならないからいいよって感じでそこに留め置かれたんですよね。まあ、そうするとその村でおじいちゃんの馬しかいないんで今度馬が貴重品になったみたいなことね、うん、なんか良かったねみたいなことがあるんですけども今度ねそうしてたらあの戦争が終わっておじいちゃんの馬がよろよろとどっかに行っちゃったんですよね。であ逃げらられたたなおじいいちゃんだっっててう,うに言ってたら その馬がね、しばらくしたら戻ってきたんですよ。で戻ってきたと思ったらなんかお嫁さんを連れてきたんですよね馬のお嫁さんを。でその馬はつがいになってで馬の子供たちをいっぱい産んで豊かになったっていうことなんですよね。でこの人間バージョ最後まで一一喜一憂するなっていう意味なんですよまあその後おじいちゃんにどんな不幸が訪れたのかどんないいことが訪れたのかってことはいろいろと想像するだけなんですけどもいろいろあったよねってことらしいんですよね。まあ、それででなんですよ。 真面目に触れ幅は大きくなくてもいいから生きているとなんか挑戦して巨万の富を持つ人を見ることもあるだろうけどもこけてねそういった勝負にこけてなんか落ちぶれちゃう、まあ、そういった人もいるよねっていうことで正直者の,の人はバカな人を見ちゃうよと、うん、だからそういうふうな,なんか全く逆の使われ方をするみたいですけどね。でなんかこう宝くじでお金当てた人がなんかどうにかなっちゃうみたいなことを言いますけどもあれはだからなんかこう。 本当の部分があると思いますけども、でもでも宝くじでね一発当てる人ってもともとギャンブルチックな人なんでもともとの暮らしとかも不安定だったんじゃないかなと思うんですよ。まあ、例えばねコツコツとかい暮らしをしていてそれこそお金の扱い方本ほんとシビアにやってる人が宝くじを3億円当たったって言ってもやっぱりお金の扱い方はシビアなんですよ。それが10万だろうが3億円だろうがちゃんと使う時は使って使わないきは使わないを守ってるんで生活は大きく崩れないんですよね。 まあでも、右に入ったお金を左に使っちゃうみたいなことをやっている人は、まあね、あの遊び善人がボーンと入ってきた時にやっぱ身を持ち崩すんじゃなないかなってところでしょうね。だからお金を扱う力量を育てていなさいってことだと思います両方の意味で。